はい、皆さんこんにちは。タックルビューさん、タックルビューさん、今日本日は、千葉から、福岡に来ました。タックルビューとして福岡で釣りするのは初めてなんですよ。そしてこの天気最高です。素晴らしいですね。台風になったんですよね。日本中がちょっとすごい台風被害を受けて、それ千葉県大変だったんですけども、福岡がこんなに晴れると思わなかったですね。今回は福岡から熊本の温泉ツアーを行きたいなと思ってるんですよ。温泉、温泉で、まあちょっとあんなことそんなことやってみたいなと思って、ちょっと非現実的なことをやってみたいと思います。はい、でちょっと、皆さんメンバーがシンプソンとなんか獣がいますんで、ちょっとメンバー紹介軽く、彼が、バイクを炎上した炎上ライダーです。続きまして、その横が NSR88SP を乗ってる88ライダーです。決して体重が88キロだわけではないです。それ98キロだそうです。続きまして、奥の方が今回が福岡を案内してくれる西洋の岸くんです。そうしまして、横にいるドーメルマンが今日ちょっと素手なんですけども、近藤のレーダーです。今日はこの5人でですね、ちょっと熊本で遊びたいなと思ってます。なんかさ、獣臭い、もう一匹の獣が。確かになんか雑音が聞こえますね。マジ？なんか変な声が。猫臭くない。お前だ！福岡の明太子、猫臭くんです。猫臭い。見てください。明太子ですよ。明太子。猫さん一言もらっていいでしょうか。じゃあそうですね。まあみんなでツーリング楽しみましょうね。ちょっと猫さんは強制なしですね。このメンバー6人でタックルームプラス、猫さんを入れてこれから熊本に行きたいと思います。すごい。よっしゃ、行くぞー。行きましょー。今回はインカムがタックさんとのみ繋がってまっちゅんねー。はい、高速道路に怪しい物体が走り出すぜ。どうですかこの怪しい格好。今日は天気も良くてツーリング日和でちゅんねー。今回行くところは阿蘇の大観峰と、あとは千葉の人間なんで、あ、はい、分かんないんですけども、はい、今からどこ行くんですか。今からあれですよね、大観峰っていう阿蘇の峠なんですけど、ミルクロードっていう、あの有名な、はい、牛乳道を通りながら、そして大観峰に向かっていきたいと。おお、すげえ。ここはどこだ。どこだ。どこ。その声は。猫ちゃん、さっきもずっと一緒に走ってるんですけども、はい、これからちょっとこの4人で、ミルクロードを攻めたいと思います。はい、はい、あっちの方にある方ですね。あっちの方ではないです。あっちの方、こっちの方ですね。ミルクロードはここだよ。牛の牛乳をなんかそこを配送したってことで、ミルクの位置。ああ、やっぱそうですよね。うん、らしいの。へぇー。まあ、そんなのどうでもいいよ。真面目か。ありがとうね、僕ら4人で行きたいと思います。よいしょー。じゃ、早速乗り込んでいきまっちもんね。軽っ。うわ、すごっ。軽いけど、重心が結構前なんだな。この新型カタナーと Z900RS! そうした、RC。いやー、かっこいいでっちゃねー。うわー、事故ったー。よし、じゃあミルクロードに行きたいと思います。いや、ここ左、ああ、ここか、ここですね。もうすでにワンバイク。よし、うわ、すごい、あの Z900RS めっちゃ倒れてましたよ。このタックルームのメンバーの皆様とツーリングですね。いや、最高だな。いや、いいですね、本当。いや、いいですね、この新型刀 Z900RS と R6。 いや、R6、 タックさんは R6 に乗ってます。明日ちょっと猫ちゃんに R6 を体験してもらいたいなと思ってます。あ、やったー。乗ってくださいね。わかりました。イエーイ、楽しみでっちゅね。めちゃくちゃかっこいいですね、R6。ほんとね、これもうおすすめですよ。いや、ほんとすごい。これとか3段階あるんですけど、はい、B の方がイメージからすると R4 みたいな感じです。はい、R3 じゃなくて R4。
R4 で、スタンダードが R5 A モードが R6 になるところ。ああ、はいはいはい。もうなんか排気量がほんと 100cc ずつモードで切り替えれるみたいな感じのイメージですよね。面白いでっちゅんねー。まあ、つまりはなんかね、B モードっていうやつが十分だと思うんですよ。はいはいはい。高速走行とかはもう A モードの R6 600cc の方ですね。大観望まで残り 28km ですね。なんかその辺から空気が変わってきたぞ。確かに本当ですね。わ、涼しい。腰の膝ずり。おお、出た。俺もおいえーい、おいえーい、いただきました。イエーッ、ツンと自販機がすげえここうわー、カナダだ、カナダ。うわ、すごい。こっから景色やばやばいな、日本じゃないのこれ。すげえ。バイバーイ牛乳トラックさん、バイバーイ。あ、コーナーリング気持ちいい。これ寒いですね。うん、一気に冷え込んだ。やべえ、でも自然がすごい楽しいでちゅねー。いいねー、いいですね。すげえ、Z900RS もうステップすりそう怖え。うわやば、 Z900RS すりそうすりそううわやば、面白い。これはこれすごいな。大人のジェットコースターですね。いやですね面白い。タックルームのメンバーの皆さんはなかなか過激ですね、走行がうわー、危ない危ない、気持ちいい。あー、どんどん登っていけばいくほど NSR が走らなくなっていくうわー、これすごい。本当なんかアメリカですね。猫じゃらしがいっぱい。猫じゃらし。猫じゃらし。これ取らないと。ワインワイン楽しいにゃ。楽しいですね。やべえ、景色本当綺麗。言葉失うわ。いや本当ですね。皆さん福岡に、いや九州に引っ越してくればいつでも北海道行けます。気温がどんどん寒くなって。いや寒いですね。本当寒い寒い。北海道ぐらいの勢いあるな。寒すぎ。いやー、ほんと動画で伝わってほしいんですよね、一番。うわ、この直線とかすごいな。おいおいおい、おっ、この音は、ストレスがなくなってくる僕の中の邪悪が飛んでる邪悪がうわ、すげえ。うわ、見えるかな。なんだこれすごいでっちゅねー。すげえっすね。バイクだ。はい。ありがとうございます。イエーイ。違える。なんか牛いますよね。あ、あそこだ。いたいた。これ野生の牛なんですか。でも野生っていうか、どうなんですかね。飼育されてるというか。これ右でーす。これが大観望。いやー、すごいですね。まあ一回以前動画にもしたことあるんですけど、やっぱ何度言っても素晴らしいところですね。お、NSR だ横に止めよう。いやー、かっこいいですね、NSR。いやー、着いたにょーん。いやー、着いた。いやー。アゼリオさん、ナメック星です。ナメック星。ほんとナメック星みたいな。あ、ナメック星。ナメック星。フリーザ、フリーザですよ。フリーザですよ。あ、クリリ、クリリ。クリリ。トドリアさん、トドリア。トドリア。トドリアさん。戦わないと。いやー、気持ちいいとこに来たなー。いやー、いいですね。ちゃんと NSR も2台あって。あー、いいですよね。どこの NSR だかわかんないですけどね。奇跡の遭遇。奇跡の。いや、でも、年式が違うんですよ、実は。あ、そうなんですね。こっちの方が新しいです。あ、本当だ。僕の方が古いですね。こっちの方がでも可愛い子いっぱいね。あ、そうそうそう。じゃあ、これあげちゃいましょうね、これ。いや、どうぞ。ダメダメよいしょ。よし、しっかりちゃんと走ってる景色がすごい良かったんですけどね。はい、ですね。いいですね。なんかオープンカーとなんか撮影してるんですかね、また。ああ、ホントだ。やってんのかな。あの、千葉でも撮影してましたもんね。やっぱ AV をさあ、着きました。着いたちなみにここがどこだか分かりません。僕も分かりません。うん、果たして着いたのかどうかも分かりません。確かに。まあ、こんな感じで猫ちゃんのすごい、もう囲われてますね。そうそうそう。絶対出れない。これ、神クリアランスですね。
逃げられないようにね。ちょっとこれで、あの、猫ちゃんを、人身売買していこうかなと。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ルグコラ